モモンガ動画でまったり通信in番外編、はい、皆さんこんにちは。オートスポーツウェブナビゲーターのモモンガこと桃原美奈です。今回いつものモモンガ動画でまったり通信の特別版として、今日はなんととってもスペシャルな女の子をゲストに迎えてお送りしたいと思います。さあ、それでは早速そのスペシャルゲストを紹介しましょう。日本レースクイーン大賞2012グランプリを獲得した佐々木愛理ちゃんです。皆さんこんにちは、佐々木愛理です。私は2010年から3年間レースクイーンをさせていただきました。そして栄えある、レースクイーン大賞2012を、取ることができました。皆さんのおかげです。ありがとうございます。今年もサーキットで活躍していきたいと思っていますので、皆さんぜひ一緒にサーキットを駆け抜けてください。応援よろしくお願いします。オレボワー。はい、ということで今回は佐々木愛理ちゃんに来てもらいました。こんにちは。こんにちは。どうも。さあ、日本レースクイーン大賞2012グランプリを取ったということで、はい、多分こういろんな話をもういろんなところで取材をされてきたと思うんですよ。だから今回はもうちょっとそれ真面目な感じ、真面目じゃなくて、ちょっとなんか裏の裏的な裏の裏的なこととかもいろいろ聞いていきたいなと思うんですけど、はい、まあ、多分結構2ヶ月間ぐらいですよね、はい、やってて、まあ楽しいことも辛いこともいろいろあったと思うんですけど、はい、一番辛かったことって何ですか？一番辛かったこと辛い方から聞かない、うん、あんま聞かれないですよ。あ、まあ、確かに、うん、なんだろうな、傷ついたことあった？なんか傷ついたことあった？あった。傷ついた方から喋っていい？いいよいいよ。私なんかその1週間くらい前に、うん、最後の投票締め切りの1週間以内、うん、終わる終了前に、うん、最後の撮影会をしてて、うん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 、その時にファンの人が、うん、なんか撮影会終わってサイン会のタイミングでなんか他の子に投票しちゃうかなみたいなのをやってて私の前で、でなんか私は最後に投票お願いしますみたいなのをみんなに言ってたんだけど、まあ、なんか断るごとにちょっと続いちゃって、なんかごめん俺他の子にもう投票してんだとか傷つくわなんかちょっとなんていうんだろう、もうちょっとやんわり断っていただければ、うん、結構その投票期間中ってすごい難易度繊細に、ね、なってるので、私もあんまり、うん、なんていうんだろう、今までそんなのあんまりすごい言ってくるタイプじゃなかったから、うんうん、できればお願いしますみたいな最後のね力を振り絞って言ったのに言うのもね結構勇気がいるもんね。なんか俺他の子に投票しちゃってるからとか、ごめん俺そういうの面倒くさい。大丈夫、その人見てるから大丈夫大丈夫、見てる大丈夫、あそう見るかもしれないけど、微妙なとこカットしてくださいまあ大丈夫でしょう。なんかごめん俺そういうのちょっとめんどくさいからやんないからとか知ってるでしょ俺他の子に投票してんのみたいなのをすごい連チャンで言われて、本当にそうじゃないでしょ他でもなんかなんだろうな、いつも来てくれる人とかじゃない人の場合はもうしょうがないかなって思ってたの、そういうもんかなみたいな、うん、でも結構顔見知りのね3年くらい会ってるファンの方になんか違うこのページでね、某違う人気のこのねページでねポチッとかやられたの目の前で、あそれで、それでね私ね思わず泣いてしまった。それは泣くかもしれない。そんなことしなくていいのに、ね、見てるかなその人、やめてやめて。その人でもその後すごい大反省会になったみたいだからまあまあしょうがないかな。改めてそう、周りのファンがねもうちょっとこれはないだろうみたいなまあでも多分知ってる人いると思うんですけど、ここにきっと。でもそういうファンなんかアイリーになんか投票してって言われたくてなんかそういう意地悪をしちゃったんですよきっとね。いやなんか他の人がねしてあげるよでってやんのみたいなのを言ってきた時になんかその手続きのね途中までねなんか入力して、でもなんか他の子に入れるかります、これで全部終わりなんか他の子に入れるかもしれないとか言ってきたの、うん、だからえって思ってじゃあそのねなんか投票する手続きをね目の前でやらなくてもいいんじゃないかみたいなそうね、それは確かにそういう悲しい思い出がありました。いろいろ嬉しいこともいっぱいあった。もちろんなんか撮って、うん、私ももちろん嬉しかったんですけど、うんうんうん、周りの方がすごい喜んでくれたというか、うん、私以上に自分のことのようによかったやったみたいな言ってくれて、うんうんうん、本当嬉しいよみたいなみんな言ってくれて、うん、それが本当に本当に救いだったなと思って。賞金は何に使うんですか？賞金は生活費に真面目か真面目か。ゲームとか買わないの？コスプレとか。ねえ、コスプレまたでも多分自分のご褒美は？ご褒美ね、うん、考えとく
まだなんか実感が、そこは。なるほど、うん、いいですね。おごってくれないですか。おごってもらっていいですか。逆にいやいや、お金ください。私もください。お仕事ください、マネージャー。マネージャーお仕事ください。お仕事ください。はい、そんな感じで、はい、まあ、同じ事務所なんで ね、お願いしたいところです ね、 そこはね、ごますりましょう、この後マネージャーに。じゃあ頑張ります。さあ、そんなアイリーンですが、まあ、趣味が引きこもり。まあそうだね。なんか今狙ってるアニメとか、なんかおすすめのアニメとかコスプレとかあったりします？今、うん、アムネシアっていう、うん、まあ、乙女ゲームなんですけど。聞いても分からなかった。分かんないですよ。今ちょっとテレビでアニメ化されてやってるやつで、うん、それでちょっと興味を持ってたんで、わざわざその元々のね、うん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 、乙女ゲームを買ったんですよ、うんうん、で、それまだ攻略はしてないんだけど、うん、ちょっと今ノーマルエンドまで終わらせてて。なるほど。次ハッピーエンドをやりたくて、それの主人公のコスプレをしたいかなみたいな。あ、私今パッて思ったんですけど、アイリーンの好きじゃん、アニメとか、うんうん、今レース界も例えばやれエヴァンゲリオンのレースクイーンだったりとか、アニメ系のああいうのっていっぱいあるけど、ああいうのやってみたいなとか思わない？あ、でも着てみたい。あ、着れることなら着てみたい。でも多分みんなそう思ってると思うの、女の子たちは。だってさ、他のレースクイーンの子とかで、うんうんうん、そういうキャラものをやってるね、チームの子とかでも、うん、例えばミクのそうね、タコしたいとか言ってる子も結構いるし、うんうんうん、確かに。やっぱ可愛いものは可愛いよ。そうね、なんか、うん、あの今ないアニメとかでこういうのがタイアップして、それのレースクイーンで立てるならみたいな、なんかあったりする？多分レイチェルとかがテンション上がると思うんだけど、プリキュアとか。あ、絶対合うじゃん、サーキットに。合う？合うよ、合うよ、絶対合うって。だってなんかこうふわってしてて、なんかキュッとしてて、こうお腹出しても OK みたいな感じの格好してる。確かに、コスプレチックだもんね。なるほど。喜んでやりそうだね、レイチェルとかね。さあ、じゃあアイリーンは今年もレースクイーンをするっていう情報を耳に。見立ていいんですか、それ。いい。どうぞ、チーム名。チーム名？チーム名はダメなんですよ、まだ。まだ。言えない。なるほど。そこはミフィーな感じで。ミフィー。何年目？何年目？ね、今年やったら4年目でございますよ。意外に、もっと3年目ぐらいかなと思ってたら。意外にちょっともう、ね、意外にやってた。ライブやってるんですよ、実は。なるほど。じゃあ、あれ、モモンガさん何年でしたっけ？私ね、5年やった。うん。ちょっとだいぶ先輩近づいてきたかな。そうね、そうね。じゃあ、最後に意気込み、今年の意気込み的なものを、はい、グランプリとして迎える年だもんね。ちょっとハードで、バシッと最後決めてください、グランプリ。ね、グランプリ。らしく。らしく。らしく。そんな、真面目なのいらないんじゃなかったの？全然、そこで崩れてくれてもいいので。ちょっと真面目にね、わかりました。はい。じゃあ、うん、今年も皆さんと一緒にサーキットを楽しませていきたいと思ってますので、私が応援するチームと、あと、ね、サーキットにみんなで会いに来てくれる、そんな、レースクイーンでありたいなと思ってます。よろしくお願いします。真面目真面目もっと面白いんですよ。大丈夫大丈夫。こんな感じでもう終わりますか？最後に一発芸とかやってもらえますか？ん、そうですね、そうですね。一発芸ないないの？本賀さんなんかやってる。いや、こうも今回は佐々木さんをフューチャーするから。一発芸なんて言われてないし。モノマネとかできないの？できない。マジで、うん、できそうなのに。ドラえもんのモノマネとかできない。はい、どうぞ。できない、できない。やったことない。4。なんかカウントされて、カウントされて。今年は頑張る年、頑張る年。何でも頑張る年。そこ頑張らなくていいって。どうぞ。どうぞって、どうぞって、何どうぞって。いや、無理無理無理。面白くないですね。すいません。できなくてもやる。ねえ、マネージャー。できなくてもやるもんね。なんか謎いてるし、無理だから。ドラえもん思いつかない。ということで、あ、もうやってもらわない。やってもらわない。もうなしで。さっき、あー、あーそうですね。そういう時は。大丈夫、あんま強く言ったら泣いちゃうくらい。もういいです。じゃあ今年もアイリーンに会いに来てくださいということで、はい、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ今日のゲストは日本レースクイーン大賞2012グランプリの佐々木愛理ちゃんでした。ありがとうございました。